ハラベタパテオを踊る男女ハラベタパテオは、メキシコハリスコ州発祥の民族舞踊を呼び、楽曲である。メキシカンハットダンスとも呼ばれる。メキシコを象徴するダンスとして、メキシコ内外で広く知られている。また、マリアッチによって演奏されることも多い。通常、一組から数組の男女によって踊られる。男性は手を後ろに組みながら、女性はスカートを振りながら踊る。ハラベは、 ダンスの一種で、ハーブの混合物を意味するアラビア語の単語ザラブから、タパティオは、グアガラハラの人々に対する愛称ターポッティーから来ている。同じく、メキシコ発祥で、ダンスやメロディーが類似しているララスパと混同されることがある。木田太郎作曲のアホのサカタは、冒頭部分を本楽曲から引用している。また、アメリカのテレビアニメ、アニマニアックスの楽曲、 世界数え歌も一部本楽曲のメロディーを引用している。この曲は NHK のみんなの歌でもタイトルを変更した上で取り上げられた。岩谷時子が作詞を、小野崎隆介が編曲を、西六号少年少女合唱団が歌唱を担当した。このバージョンはメキシコのダンスと題し、1970年12月から1971年1月まで同番組で放送された。 この曲を取り上げた回は再放送されておらず、みんなの歌発掘プロジェクトで本放送からの録音音声が視聴者から提供されたものの、当時放送に使用していた実写映像については得られていない。ありがとうございます。